マイトデライトは、ストックホルムを拠点とする、2010年設立のゲーム、開発、販売を行うスウェーデンのゲーム会社である。主に、シェルターシリーズの開発で知られている。マイトデライトは、2010年当時、バイオニックコマンドをリアームドで知られる、ゲーム会社グリーンで働いていた11のチームを含むメンバーにより設立された。当初の目的は、 斬新でアクセスしやすいものを与えうるシンプルなゲームを作ることであった。スタジオを立ち上げて最初のゲームとなったピットを手掛け始めた時、開発チームは良いゲームを作ることに非常に熱心で一部の開発者が1日に14から17時間働くなど長い期間のクランチに入った。この時期のことを後に CEO であるアンデルス・ウェスティンは野心は危険だから そうさせるべきではなかった。と振り返っている。自作となったシェルターではゲームの範囲を拡大しすぎないようにし過労とならないようにした。また2015年には特徴的なアートスタイルや強いテーマを持つゲームを中心に据えたゲームの発売を開始すると発表している。2015年にシュールな作風の探索ゲームチャイルド・オブ・クーパーを発表したが ゲームへの関心の低さを理由として発売3ヶ月前に発売中止とした。シェルター2とパウズは2018年にシェルタージェネレーションズバンドルで任天堂スイッチ向けに発売された。2020年発売予定のブックオブトラベルズについて2019年にキックスターター上で開発資金を調達するためのキャンペーンを行い。 目標の245,810スウェーデンクローナに対し10倍以上の2516,656スウェーデンクローナを集めた。2015年にはマイトデライトで開発した自社のゲームシェルター2に加え2016年にはゲーム会社スピールクラフトが開発したパンパンを発売した。ありがとうございます。